ょっと開けますよ。開けていいんですか。これね、めちゃくちゃ怖いんですけど。うわあ、どうも、島田秀平です。始まりました、島田秀平のお階段巡り。皆さん、今回も見ていただきましてありがとうございます。さあ、ゲストなんですけども、田中俊之さんです。お願いいたします。あ、ちょっとご飯食べてるんで。一応ね、収録って撮影もしてますけど、普通に弁当食ってるんですよ。ここ来たらご飯食べれるぞって聞いて。違う。これ食堂じゃないから。あ、違うんですか。はい、お階段食堂とかやってないんですよ。え、ちょっと、すみません。いや、ね、皆さんもお腹減ったらお階段巡り。やめろ、本当に。じゃちょっとお腹の方もちょっとは満ちました。栄養が回ってきました、頭に。おー、すいません。でもこれなんですよ、なんか田中さんがご飯食べてるのって見てたらなんかこっちも幸せな気持ちになれるんですよね。ありがたい。これがその都市が行くって人気チャンネルですけど、はい、あの醍醐味だったりしますもんね。そうなんですよ。あ、ちゃんとご飯食べてるなこの人ってみんな安心するんですよ。ちょっと細いじゃないですか、やっぱり。だから本当にこう食べてくれてると、あ、よかった、栄養とっててみたいな風に思えるというか、ええ、はい、やりましょう。ぜひ。うるせえ、うるせえ。はい、皆さんですね、田中さん、都市が行くというチャンネルやられてますし、あと下田花尾さんとね、はい、不思議大百科、はい、やられてますので、皆さんぜひね、チャンネル登録、そしてグッドボタンよろしくお願いいたします。お願いします。そしてあの本、ご本が発売になったばかりです、はい、ちょっと本のね、説明をお願いいたします。あの、僕が集めた呪物、その言われとか、あのどうやって集めたかという経緯が載ってます。オールカラーで載ってる呪物収集録というものが出ましたんで、皆さんよろしくお願いします。はい、素晴らしいですよ。いや、こちらね、そうもう本当読み応えね、あってすごいですね。呪物収集録、田中俊之、はい、ぜひね、もう気合い入ったやつですので、チェックの方よろしくお願いいたします。今回は、まあ、この5本ではないですけど、呪物のお話をしていただけるんですよね。そうなんですよ。今日はちょっととびっきりの持ってきたんで、見てもらいたいんですよ。なんか気になったんですよね。ずっとこう前に大きなバッグがあって、はい、この中にじゃあ入ってたことなんですか。これちょっと島田さんに見てもらいたいんですけど、これちょっと北海道行ってました。あ、北海道。どうもちょっと。どうしますなとこポンって捨てるバタが早かったんですけどね。ちょっとでかいんですよ。え、あのなんか木箱なんですけど、なんか お酒が入ってそうなね、ウイスキーなんかが高級なやつが入ってそうな木箱の感じもしますけど、これとこれじゃなくてもう一つあるんですよ。でかっ。これね、ちょっと島さん、強烈ですよ、これ。これマジで強烈なんですよ。僕の呪物の中でもちょっとっていうぐらい。だって今、田中さんって呪物何点ぐらいお持ちでしたっけ。まあ100点ぐらい。その中でもトップクラス。トップクラス。うわ、なんか、これも歴史ありそうな木箱で、お札貼ってありません。え、そうなんですよ。これね、あの、不動明王と、はい、あの、道満星満ですよね。そうだ。だからこれ封印してるんですよ。ですよね。その五芒星と、あと横のね、この格子状の線と、これね、はい、あの封印のね、これあれマークですよね。これね、中に何があるかって言ったら、ちょっと開けますよ。え、開けていいんですか。これね、めちゃくちゃ怖いんですけど。うわー、特大のわら人形なんですけど。これ開けたらあかんのですよ。これ開けたらあかんのですよ。これは笑い事じゃないんですよ、島さん。誰も笑ってないし、で開けたらあかんですよってから開けてるし。これあの言われ言っていいですか。はい、あのちょっとごめんなさい、一回見させていただいていいですか。一回見ますか。あ、いや、開けちゃって本当に田中さんいいんですか。いや、これ開けたらダメなんですよ。ちょっとすごいの今
出されましたけど、これあの開けちゃまずいよっておっしゃってますけど、でも何度か皆さんに見せたことはあるんですよね。あります。あ、じゃあ一応見て何か害があるってわけではないわけですよね。いや、ちょっとまあでもとりあえず今日じゃあ見ていただく勇気がある方に見ていただく分には大丈夫ですか。だちょっとやったら大丈夫だと。ちょっと、じゃあ、 あのここからモザイク外しますんで、勇気のある方ここからです。はい、ご覧いただきたいと思います。こちらです。いや、こ高さ30センチくらいというか、手足もありますけど髪の毛のような、ええ、で顔が黒っぽくなってて、で釘打ち付けてありますよね。そうなんですよ。これな、え、一本だけですか。いや、顔でしょ。顔、首で、心臓で、お腹、みぞおちのあたり、みぞおちで、またです。ごっついてるやつが、ほんとこう肛門からグッと上にこう刺さるような感じで、これそれで、まあ、中山一郎さんいるじゃないですか、はい、中山一郎さんに聞いたところ、多分これは女の人だろうと。この人形自体が、はい、はい、で呪詛をかけたのも女の人だろうと。で多分この股の釘がポイントなんですけど、まあ子供を産ませないようにする、根絶やしにする、呪詛をかけてるという。で多分これって京都の貴船神社、あ、まあ有名なね、はい、歴史のある神社さんで、もちろん素晴らしい場所なんですけどもね。 でもそのね、奥の院の奥にいた修験道をやられてた人の家から出てきたものなんですよ。で多分呪詛をかけて、これを封印するためにある方が持ち込んだものだろうと。なのでこのこれに封印がしてあるんですよね。これどういう経緯で手に入ったんですか。僕ね、全国にそういう曰くものを集めてますよって言ってるんで、いろんな知り合いがいるんですけど、まあ、ある関西にいる、まあ、骨董品屋さんというか古道具屋さんみたいな人がたまに声かけてくれるんですよ、はいはいはい、面白いもん出たよみたいな。で電話があって、その時はもう一刻も早く取りに来てくれ、とりあえずもうすぐ取りに来てくれって言って、いやどうしたんですかって言ったら、いやちょっとええからって言って、で来たんですけど、その人がね、なんかこれを手に入れた時に、まあパッと蓋を取って見たんですよ。そしたらもう鼻血がこう止まらんようになって、かなりきついもんなんですよ。ちょっとその藁人形とかっていうのね、僕も実際のもの、実際にしかも打ち付けてあるものとか見たことありますけど、やっぱりまじまじとこの近くで見たことなかったんで、うん、やっぱりちょっとこう気持ちが悪いですね。そうなんですよね。で僕ね、これ持ってからちょっと変なことはあったんですよ。何すか。家にいる時は蓋ずっと閉めてるんですよ、ええ、一応封印しとこうと思って、はい、メンディングテープで止めてるんですけど、んん、メンディングテープで、メンディングテープ、はい、なんかメンディングテープすぐこう跡が残らないやつで止めてるんですけど、イベントがあって、ええ、年末イベントの時に呪物を展示しようって言って、この藁人形をずっと展示してたんですよ。おうおうおう。だから蓋をね、開けてたんですよずっと、はいはい、何時間も、うん、じゃあその夜ですよね、家帰ったら夜中なんですけど、外からねカーンカーンってなんか打ちつけてる音が聞こえるんですよ、はい、マジで、であれと思って外を見るんですけど何もないんですよ。でそのカンカンっていう音は遠ざかっていったり近くなったりするんですよ、うんうん、でおかしいなと思ってたら、次におばあちゃんの声が聞こえるんですよ。それがブツ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 何か言ってるんですけど、よく聞いてみると、お前のせいだとか呪ってやるとか憎いとかをずっと言ってくるんですよ。
で、それが30分ぐらい続くんですけど、ピタッとやんだんですよ。はい。ちょっと気になるなと思って、僕んちアパートの2階なんですけど、そっから出て確かめに行ったんですよね。確かめに行ったら、僕んちの前の通りって一本道なんですけど、誰もいない。うん、朝それ4時ぐらいですよ。ではおかしいなと思いながら、ちょっとコーヒーでも買いに行こうと思って自販機がある方に歩いて行ったんですけど、僕んちのアパートがあって隣に一人暮らしのしてるおばあちゃんの家があるんですよ。でその人は朝も挨拶とかするんですけど、そこに通りかかって朝4時ですよ、はい、その前を通り過ぎた時に玄関に明かりがついてたんですよ、はい、でその見知ったおばあちゃんが出たってたんですよ、うん、家の前に。で逆光でこうおばあちゃんが力なさげにこう立ってるんですけど、パッと目が合った時に、お前のせいだろうみたいなことを言ってくるんですよ。え？めちゃくちゃ怖いじゃないですか。いつもだって普通に話すおばあちゃんですよね。そうです。で、僕はちょっとコーヒーを買いに行ってきますって言ったんですよ。ちょっと怖すぎて、でコーヒー買って、でも一本道に戻らなかったんですよ、はい、でおばあちゃんそこにまだおると思ったんですけど、とりあえず見んとこうと思って、でおばあちゃんの前を通り過ぎて、アパートのドアあるんでそれをこう開いて入ろうとした時に、こっち見てないやろなと思って、おばあちゃんがちょっと気になって後ろを振り返ったんです、はい、じゃあその隣のおばあちゃんがね、こう角から見てたんですよ。でこうやってついてきたんですよ、はい、もう扉バッと閉めてで部屋に入って、あの朝まで布団かぶりましたね。え、どういうこと？じゃあその夜に、なんかブツブツ聞こえたっていうおばあちゃんのがおばあちゃんやったんですよ。そのおばあちゃんが喋ってた声が聞こえたってことは、じゃあ夜通しなんかおばあちゃん言ってたってことなんですね。そうです。今までそこに2年ぐらい住んでますけど、一回もそんなことないですよ。でお前のせいだろって、でカンカンっていう音があるじゃないですか、はい、でこれをだからそのわら人形となんかリンクするんですよね。ちなみにそのおばあちゃん今またお会いとかする機会は？いや、それがね、あのそっから全然見なくなって、毎朝会ってたんですけど見なくなって、まあ、これが年末の話なんですよ。で年明けてからもうおばあちゃんの姿を見なかったんですよ、うんうん、でどうしたんやろうと思いながら、ちょっと前に僕が仕事で遅くなって深夜1時ぐらいに帰宅したことがあったんです、はい、で一本道をね、その何ですか、角を曲がったら一本道があって僕の家があるんで、パッてこう角曲がった時におばあちゃんがいたんですよ。あ、で僕もうおで止まって、これでもそこを通らないと僕ん家行けないんで、とりあえず気にしないようにして進もうと思って、道路の真ん中にいるんで、おばあちゃんはその横を通り過ぎようとした時にすれ違いざますよ。そのおばあちゃんが迎えに来たよって言ったんですよ。めちゃくちゃ怖くてでそれ以来見てないです。またお会いしてない。だから体調崩されたとかってわけではなかったわけですよね。ないです。でも毎日のようにこう会っていたおばあちゃんとこう途端にパタッと会わなくなって、はい、でその時にはそのねきっかけになるのがお前のせいで、で久しぶりに会ったら迎えに来た。でそれ以来も僕はもうちり扉を閉めてるんです。何かこの開かれた封印、その影響がおばあちゃんの方に行ってしまって、おばあちゃんがなんかこう良くないことが起こってた、うん、でそれが田中さんのせいだっていうふうに分かっていて、そういうふうにつながるんじゃないかな。で迎えに来たってなんかすごく意味深ですよね。迎えに来たって怖くないですか。うん、だからもうこれは開けたらあかんと思ったんですけど、お階段巡りで開けようと思って、ちょっともう一回もう一回開けたんですよ。お階段巡りで弁当もいただいたし、なんかあったらお前のせいだからな怖っで本当迎えに行くからな
弁当持ってきてください。食堂じゃないですか、本当に。そういうテイクアウトも始めましたじゃないんですよ。お弁当持ってきてくださいって家に持ってきてくれたらめっちゃ助かる。ウーバーイーツじゃないですか、もう完全に。そうなんですよ。できるだけ30分内に行きますね。お願いします。はい、いやー、ちょっとこうビジュアルがもうやっぱりインパクトありすぎて。そうですね、バラ人形っていうのは本当にね、その人がすごくね、負の思いをこうね、うん、なんか詰めたってものだから、ザ・呪物って感じじゃないですか。うん、しかもやっぱ釘って一本だけじゃないんですね。顔と首と心臓と溝落ちとね、股って、うん、本当にこう急所をね、狙い撃ちしてる感じがして、すっごい憎悪の気持ち感じますよね。いやー、もう田中さんね、はい、やっぱ呪物コレクターとしてもね、すごい有名ですけど、やっぱどんどん増えてますね。で、実はもう一個あるんですよね。もう一個あるんですよ。ちょっとこれちょっと2連チャンはもう無理なんで、はい、これじゃあ次回に回してもいいですか。わかりました。じゃあすいません、次回向こう側の方もじゃあかなりやばいやつ、ね、関連するものです。あ、わかりました。はい、じゃあ次回ですね、楽しみに。そして勇気のある方はご覧いただきたいと思います。さあ、田中さんね、まあこういった呪物たくさん集めた5本がですね、昨年末発売になりました。タイトルお願いします。はい、呪物収集6です。はい、こちらはですね、本当にこう気合いの入った一冊になっておりまして、ぜひ皆さんですね、こちらもうね、カラーで写真付き、そしてね、いわくもね、しっかりこう説明されているということで、もうかなり読み応えあると思いますので、ぜひぜひチェックしていただきたいと思います。そして YouTube チャンネルですね、はい、都市が行く不思議大百科下駄のチャンネル、皆さんよかったらこちらも、チャンネル登録、そしてグッドボタンよろしくお願いいたします。お願いします。いや、ちょっとすごかったっす。とんでもないものをお持ちいただきましたね。はい、弁当のお返しです。ご飯食べさせれば頑張ってくれるんですね。じゃあ今後田中さんだけもう特例にしますよ。はい、収録がある時にはその前にご飯の時間作りますんで。すみません。で、ご飯ごちそうします。はい、はい、一発目マジでちょっと何も食べてなくてフラフラやったんですよ。フラフラの様子も前回のやつね、はい、あべこべ話してますけどもね、上がってます。そちらもね、どれだけフラフラかどうか、そこもね含めてご覧いただきたいと思います。お願いいたします。というわけでゲスト田中俊之さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。